雪上を駆け抜けるパラスノーボーダー岡本圭司選手40歳。僕LL2 の中でも結構障害が重たい方で、右足の付け根から結構弱いんですよ。22歳でスノーボードを始めた岡本選手は、すぐにその魅力に取りつかれます。20年以上の歴史を持つ HTB のスノーボード番組ノーマターボードで MC を務めるなど、日本を代表するプロスノーボーダーとして活躍してきました。しかし33歳の時、動画の撮影中に崖から転落、脊髄を損傷し、医師からは一生車椅子の生活になると宣告されました。それでもほら、だいぶ動いてるから、ほら、妻澄子さんの支え、懸命なリハビリを経て、少しずつ足が動くようになります。もう一度スノーボードがしたい、その一心でした。事故から1年後の2016年、よし、いや戻ってきたな。あっしゃ、よし、おすごいすごい、え、すごい、ふらつく足元、それでも確かに一度は諦めかけた雪の上にもう一度立つことができました。すごい、かっこいい、何ドキドキした、滑った、涙出たわ、久しぶり、あ、気持ちいい、最高。奇跡的な回復を見せた岡本選手ですが、下半身には麻痺が残ったまま。そんな中で出会ったのがスノーボードクロスという競技でした。完全に舐めてましたね、その時は。本当に、まあ、なんかいい勝負できるかなとか勝てるかなと思ってたんですけど、なんかそんな、全然そんな甘いものじゃなくて全敗しました。負けたくないって気持ちが本当に怪我をしてから初めて感じられたので、その時に本当にそういう障害者になっても活躍できる場所があるっていうことにすごく感謝してて、気がついたら本当にそういうパラリンピックを目指したいっていうところまで来てたっていう感じです。本格的に競技に打ち込んだ岡本選手は、昨シーズンワールドカップで総合チャンピオンに輝くなど成長を遂げ、初めてのパラリンピック代表の座を掴みました。自分が脊髄を損傷して人生が変わった時からは7年経つんですけど、まあ、ここに至るまですごくこう辛いことであったり、いろんな大変なことがあったので、まあ、それをいい思い出にというか、これが明るい未来につながるように精一杯いい滑りができたらなと思ってます。